まあまあまたリベンジする。いや、あのビオネタには負けんわ、たぶん。間違い？あのビオネタちょっとひどかった、申し訳ないけど。ひどかった。吉田さん、ちょっとあのフロイドさんに言ってくださいよ。ミュウツー有利って言うんですよ、このカード。フロイドさん、ミュウツー有利って言ってるんですか？そうそう。僕にもちょっと手がつけられないです。そんなレベル、特急呪物だ。さすがに俺らは無理でしょ。さすがに無理だと思うんですよ、ね。さすがにおらんか。突破できたら本当すごい。すごいっすよね。もう歴史に名を刻む。ちょ、みんなあれやわ。じゃあそのスパチャもししてくれたら、その分のあのカシオール持っていくわ。よし、あの吉田さんとか行くとき。やった。何が好きですか？ビクロおじさんのチーズケーキですか？あ、めっちゃ好きですね。あれうまいっすよね。あれあれうまいっす。あれの行列がなくなってるとこ見たことないですか？見たことなくないですか？なんかずっと行列です。あれ平日含めずっと行列になってません？あれなんでこんな並んでるんですかね。美味しいのはほんまに分かるんですけど、そうそうそう、美味しいのは分かるんですけど、あそこまで行列がないのを数年間見てるとちょっと怖くなってきますよね。怖いですよね。なんか大阪にリクロおじさんのチーズケーキっていう、まあ、名物があるんですよ。もうね、常に並んでんの、ずっと。あのナンバーでしょ、ナンバーのナンバーにありますね。そうそうそう、あそこめっちゃ並んでるよね。あれ食べたくなってきた。甘いのいけるはずか。甘いの大好きですよ、はい、大阪おるからこそあんまり食わないっていうのも出てきたな。あ、そう、ありがとうございます。うまっ、カムイの人もうまいな。あ、やばい。うん、いいっすね、今の踏み込みいいっすね。ちなみにあれですか、俺あの吉田さんと2回目のコラボぐらいでいつタメ口を外そうかぐらいの機会伺いますか？ナイス。外してくるんやろ。その方が年上。それでさ、吉田急に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 するけど、急にコミュ障の使い方、コミュ障がやるタメ口の使い方ありますけど。1個上の先輩やからな。1個上の先輩やからな。慎重にならんといけないんじゃない。あ、急に試してみたら急に消えるかも。どうした？やんのか。あそこまで、そこまでそこまで踏み込む。そんな嫌やったんや。そんな爆弾やったんや。びっくりした。泣いちゃう。あー難しい。カムイヨシ怪そう。カムイヨシちょっと苦手なんですけど。危ね。ちょっとため早かったら終わってましたね。から抜けの早。いやーでかい。うわそれ。いやー反転したけど偉いですね。あ。おお。あいいですね。いや偉いそれ。いや偉い。まだあれ死ぬや。あれ今いや今生きて、今の良くないですよ。今の吉田さん今ランプしたら いやすっげえ良くない今の。あ、なんだ今のは。今かタイミング、タメ口のタイミング、今かもしかして。あま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 あ、さすがに2人は無理です。2人抜きはさすがに、うん、2人抜きはさすがに、1人は倒しても2人目はむずい。あ、うまっ。あ、うまっ。うまいっすね。これうまいっすね。めっちゃうまい。うわー、怖い。やる。え、なんか、いやちょ、椅子座り直すか。マジでうまい。あっか。あー、うまい。あばんねや。あー、うまいな、マジで。いや、うまいな、マジで、この人。小物が怪我がり。あれは、初めて。やっやっ
いやマジか、普通にやってくるのか。崩したかなんかで甘えるかな、分からんな。出て何をしない。やばっ、それはケントうまくいったね。うわー強ー、マジかー、あー強かったな。いやマジでうまかった。誰やろう、初めて聞いたけど。いや俺も初めて聞いためちゃくちゃ強かった、めちゃくちゃ強かったな。俺はちょっと歴史に名を刻む系の人かもしれない。俺ら確率に覚えましたよね。うん、今みんな覚えとき、サンゴさんやね。サンゴさん、いずれ現れるから、当格が現れ。ちょっと吉空健人が押します。サンゴひらがなでサンゴカムイ。え、ガチで上手かったですね、あれ。ガチで上手かった。いや、シンプルに負けたな、マジで。別に油断してるつもりはなかったからな、完全に。メイトにはいなかったですね。メイトにもいないモサ。すごい。熱いなぁ、熱すぎる。ドラマあるなぁ。あそうなんだよ。もう当たるの確信した。そう、今のはもう。そう、崖上がった目の前に卵がね、ドアップであんだよな。お、サンゴさんいた。サンゴさんおる。いたよし。サンゴさん聞こえてる。つまみとルールで唯一俺ら二人に勝った人、来てくれてありがとう。 BGM も変えよう、ガチです。赤55%。あーいい、基礎し届か届かへん。あーうまい。そんな基礎し初めて見る。他の神使いないけどな、そんな話。あー惜しい。うわ OK、まず1本。いやマジでいい勝負。マジか今の。あうまあぶねえこの人。気がうまい。ああ狙ってる。あぶね。癖がないな。そうなんだよな、人を見てから合わせてる感じがする。マジか。もう危ない。や危ね。いやマジか。いいカバー。こんなことやったか。あこれは死ぬな。うわうま、今の反転してくれるか。これうまいな。今のマジうまいですね。やばい、このペースは良くない。お。気がうまい。その復帰阻止マジで怖。やばいなあれ。さすがにぬ。あ死ぬかも。これ死ぬ？軽ー。いやうめえマジでこの人。いやマジか、さっきよか。あるなぁ、えらっ。あっ、すぎる。おーす。え、あれか。あー、無理か。ゴブやなぁ。マジでゴブや。うまっ。いや、うまぁ。え、何これ、怖い怖い。
知らんやつやった。知らんな。知らんやつやったらこの人。この人誰のカムイでもないよこれ。サンゴカムイか。サンゴカムイやこれ。唯一無二。あーよし、お前こっち狩り。あーやってくるか。パクが減らんな。うわうますぎ。いやうまっ。アップで、おう、マジか。あ？怖すぎ。やばい、やばい、やばい。あ、言いすぎ。マジか、そうなった。なんで、その視聴者参加型がこうなんで。絶叫神対やん、これ何これ。すごいな、こんな勝ち方。でも俺も初めて見た。いや、俺も初めてやっ。このスマブラ生きてきて初めてやったかも。演出によっては負けとったもんな。いや、いや、そうやねんな。うん、あーよろしくお願いします。いやーやばかったマジで。これ忘年ジャンプ全盛期よ。あーいいもん見れたわ。あんましてよかったな。俺も完全にもう口閉じとったし、ヨシドラさんも口閉じてるから、もうほんまにサンゴさんもやばいから。この人ねマジうまいのが、あー死ぬんだそれ。あーいいもの。いやーうめえ。あーマジか、すまなかった。やられしてるのし。いやそし見てるよねこの人ほんま。まだやんな倒す、うん、いやーそし、いやー強すぎ。そうまずは一本ただね、日本選手なんやな。まだしかし、待ってこのサンコさんさ、明らかにその軸が日本選手の時の立ち回りじゃないこの人も。ポケツーなんだ。なるほどね。まあ台があった方がいいのは確かやからみたいな感じか。そうやんな。うわー動けん。えらいやー、そういうさらにえらい、さらにえらい、えらい人たちの戦い。泣くな泣くな。うわ、いや来るんかい。怖い怖い怖い。いや使うよ。突破せえへんか。いや素晴らしいな。今の上手き使いマジでうまいっすね。よかった。マジうわ勝つんだ。うわっ、うわー、ぶんね、え、これ誰だ、マジで、これ、偽名だろ、マジで。あれ、ちゃんとやってくれて、俺、ネオさんぐらいやねんけど。うわ、うわ、素晴らしい。なしに出したらか。うわ、ぶんね、しかも狙ってくんな、あってたら殺すみたい。あ、いい、いいくん。あーおっ、いやー避けるか。やめえな。マジか。うわ当たるんだ。なかなか生きてない。ここはグー。あーこれはいったねー。いったほうがいった。いやーやっぱ、いやでも強いわ。マジでうまかった。マジでうまいかもいい、これ今までの中では結構ほんまトップの。うん、だってクエの NB を狙う人がいますか、ちゃんと。全然おらん。誰だお前は。誰だお前は。誰だお前は。いやー楽しかったです。ほんまにうまい。いやー素晴らしかったっすねマジで。戦えてよかった。いや俺この枠でドラマ生まれるとは思わんかったマジで。
いいもの見たな。いや、ほんとすごかったな。だからみんなは、見てくれたり、みんなはちょっとサンゴという壁というのをぜひ覚えてほしい。オフ大会とかでヒット出てきて、あーってなるわ、絶対に。あのサンゴさん。落ちてる、落ちてる、あの人うまいねって言って。いや、もし知ってる人おったら教えてください、マジで。俺たちでも情報を求む。なんか行こうぜ、なんか。